進です。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、突然なんだけどもさ、うん、新しいゲームを考えてきた。あ、いいね。あ、いいでしょ。どういったゲーム？ことわざゲーム。ことわざゲーム。まあ、ルールは簡単でさ、うん、誰か一人がことわざの意味を再現する。ことわざの意味が。で、見てる人が何のことわざを再現してるか当てるっていうね。あ、それだけ？そうそうそう。なんか一人がことわざをやって、うん、それ何を表してるか当てるみたいな。ああ、面白そうだね。最後だ、うん、さ、まず匠がやって。まず僕をやる。ことわざを。まあ、こういうのは大体匠からなんかやってもらう。じゃあ、やります。あ、何でもいいよ。これ、あれなんだよな。一週間絶対物事が続かないわ。三日坊主。ああ、そうそうそう。三日坊主のことですか。いいじゃない、いいじゃない。あ、面白い。これ面白いでしょ。じゃあ、俺が次再現するから、何のことでってか当てて。あ、分かった。ウキ！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 ヒュー！ピタサルも木から落ちた。あ、正解正解正解。こういうことよ。そういうことなの。ことわざの再現じゃん。サルが木から落ちた。サルも木から落ちるじゃん。意味違うよ、全然。意味がそういうことじゃん。サルも木から落ちるの再現じゃん。お前、三日坊主やってみて。三日坊主ね、うん。はい、お前の負け。じゃあ、罰ゲームは、三日間坊主だ。言ってんじゃん。言ってんじゃん。三日坊主だ。あと、罰ゲーム、三日間坊主、絶対無理よ。3日目も5日目も坊主。伸びないんだから。じゃあ、匠なんか、ほら、次なんか入って。うわ、先生、俺の一言でさらに怒っちゃった、どうしよう。火に油を注ぐ。ああ、素晴らしい。火に油を注ぐ。すごい。ちょっと、それは分かりづらすぎる。じゃあやってみて、火に油を注ぐ。うん。ブラブラブラ。シュッ、ブーン。火に油を注ぐじゃん。意味がそういうことじゃないの、全然。今のはちょっと分かりにくかったから。ずるいって。じゃあもう一回俺が再現するからさ。あ、じゃあ今度ちょっとマスクで食べようかな。こっち来てもらって。いつも長いんだよ。あ、やっとだ。石橋を叩いてちょっと忘れてないかな。石橋を叩いて石橋を叩いて渡るの言っちゃってるじゃん。意味全然違うよ。そうかな。そうだよ、全然違う。じゃあもう一回ちょっとかわいそうって言葉さんの再現ですか。本当に匠が再現してる。受かった、やった、めちゃくちゃ勉強したから受かったぞ。継続は力。ありがとうございます。ちょっと匠さ、うん、さっきから俺が知らないことわざやんのやめてくんない？知らない？このことわざ全然。継続は力ない。知らないわ。火に油注ぐ。知らないわ。三日坊主は全然知らない。やばいよそれ。全部知っといた方がいいと思う。ちょっと分かるのにしてよ。もう一回俺が再現するから。おー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 、マジでわかんない。伝わってない。めちゃくちゃわかんない。マジで。え、これなんてことだ。牛に惹かれて全校芝居。それ知らないわ。牛に惹かれて全校芝居。牛に惹かれて全校芝居。それは知ってんの？いや、知ってるでしょ。どういう意味なんそれは。牛に惹かれても全校芝居にするよって。絶対違う。絶対違うよ。嘘。ちょっと分かった上で見たいわ、もう一回。あ、もう一回やってる。うん。おお。うん。おお、ああ、牛に惹かれて全然。いや、分かりやすいだろ。分かってたら絶対やれるわ、それは。君、やってくれ、何か。君のことわざを。いや、俺ずっとことわざやってるけど。ずっとことわざやってる？やってるよ。なんてことわざ？枯れ木も山のにぎわい。それどういう意味なの？意味のないものでもあるだけマシって言う。おー、悲しい。